65回中央幹事会を開催いたします。はじめに山口代表から挨拶があります。はい、おはようございます。おはようございます。国会も会期残るところ少なくなりました。震災の関連する法案についてはほぼ見通しが立ってまいりましたが、特に復興庁に対する法案、ぜひこれを合意、修正合意を成し遂げて早期成立を図るべきと考えております。その他いろいろ取り沙汰される法案がありますが、中でも国家公務員の給与、これを復興の財源に寄与できるようにするために臨時特例的に引き下げるという方向性は重要でありますので、我々としても法案提出に向けて大詰めの合意をいただきたいと思っております。事項で考え方をまとめて法案提出を準備しております。ここでの重要なことは、今公務員については労働基本権が制約を受けている、その代償措置として人事勧告という制度が現にあるということであります。労働基本権の行方をどうするかということで、新たな制度改正や合意ができていない以上、この人事勧告に基づく措置というものはしっかり実行するということが重要であります。その下で臨時特例的に国家公務員の給与を引き下げるということで対応するのが筋でありまして、今政府側から出ている法案にはその点が極めて曖昧なままになされていると、その趣旨が含まれているというようなことでは到底国民の理解は得られないものと我々は考えます。そういったきちんと筋立てて公務員の給与を臨時特例的に引き下げると、こういう考え方で我々は法案を出したいと思っておりますので、この点のご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。以上であります。